はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回は必殺技の動画の紹介の動画です。第2回はアレン・アイバーソンがマイケル・ジョーダンをかわして決めたシュートを紹介したいと思います。アレン・アイバーソンといえば小柄な選手であり、大きな選手をドライブして抜いていく姿は多くのファンを魅了しました。私も魅了されました。アイバーソンは身長180センチメートルぐらいで、私と同じぐらいなので、私が現役の頃はよくプレーをよく見て参考にしたりしていました。アイバーソンの特徴は何と言っても他の選手よりクイックネス、俊敏性があったことです。そしてダンクできるジャンプ力があり、手のひら返してからのクロスオーバーはディフェンダーの脅威となっていました。では今回紹介するムーブを見てみましょう。はい、アイバーソン対マイケル・ジョーダンです。さて、ムーブが繰り出されます。クロスオーバー、ジャンプシュー、スパンド、うまいですね。フロントチェンジ、レックスルー、ポケット、クロスオーバー、ジャンプシュー、スパン。では私もやってみます。クロスオーバー、ジャンプシュー。ではもう一回やってみます。なかなか難しいんですけど、実際やってみると思います。インサイダーとポケット、フロントチェンジ、レックス、ポケット、クロスオーバー、ジャンプシュート。こんな感じです。ついでに逆もやってみます。こんな感じです。クロスオーバー、ジャンプシュート。もう一回いきます。クロスオーバー、ジャンプシュート。はい、ご覧いただいていかがでしたでしょうか。もうジョーダンをかわしてシュート決めた姿はかっこよかったですね。ではまずこのムーブの方法ですね。手順はまず第一はインサイドアウトドリブルをします。次に手のひらを返してポケットをします。でその次に軽く抜く動作をします。抜くぞ感をディフェンスに与えます。でその次にできるだけ早くフロントチェンジとレックスルーをします。でまたそのレックスルーした瞬間にポケットをします。でそのポケットした瞬間に足開いたままスキップをして本物の抜く動作にかかります。でも実際には抜かないでクロスオーバーしてジャンプシュートをします。これが1点の流れです。試合の中でこれをやるっていうのはすごい難しいですね。体力も必要ですし、で短い間にこのムーブを一瞬でやったアイバーソンもやっぱりすごいですね。でここで一番のポイントは足開いたままスキップするっていうことですね。ここが一番大事であり難しいところです。はい、こういった神ムーブを身につけてディフェンスの上から決めましょう。はい。今回の必殺技の紹介は以上となります。興味を持った方はチャンネル登録よろしくお願いします。次回の必殺技の動画をお楽しみにしてください。以上です。